今日は、平成26年7月26日です。東日本大震災からすでに、3年と4ヶ月が経ちました。私も昨年の10月からですね、陸前高田市の復興のお手伝いをさせていただいております。で、ついてはですね、記録に残そうと自分なりにビデオ、写真を撮ったりして日々の移り変わりを残しています。で、今回はですね、全体的に分かりやすく表現できないかなということで試行錯誤してこんなものを作ってみました。市のホームページ等を参考に実際の計画により近く作ったもつもりなんですけども、大体のことがより分かりやすくということで、航空写真に計画を重ねてみました。それではですね、簡単にですね、復興計画について説明していきたいと思います。まずは陸前高田市へのアクセスとなる道路のネットワークですけども、ここに三陸縦貫自動車道が陸前高田市の外回りを走るように計画されています。で、今現在ですね、この陸前高田のインターチェンジがここに最終的にはできるんですけども、ここまでですね、大船渡からここまでは完成しております。で、今後陸前高田から気仙沼に抜けるこちらのものですねが今建設中でございます。で、次にですね、国道なんですけども、海岸沿いに国道300あ国道45号がこのように走っています。で、あと北側に西側にはですね、340号、今実際はですね、この辺を来て、こうですか、こう来て、こう行ってるんですけども、最終的には今泉大橋という橋が作られまして、今度ここで気仙川を渡って、このように45号にぶつかっていくという感じで、完成する予定です。で、今、かけられてます、この国道45号の気仙大橋、これも仮設なんですけども、最終的には気仙大橋と姉波詐欺ですか、あっ橋、あて今泉大橋、これは仮の名称ですけども、この3つがの橋がかけられて、気仙川を横断することができるようになるということです。で、区画整理がですね、完了しましてですね、幹線道路として、地区内を走ります高田南幹線道路で、北側には北幹線道路、それと真ん中を行きますね、南北に走りますシンボルロードで、今高田地区と今泉地区を結ぶ今泉高田連絡線というのがメインとして作成されていきます。で、次に津波対策ですけども、海岸沿いにはですね、2列にですね、防潮堤を作成することになっております。で、1列目はですね、すでにあったものなんですけども、これが津波によって壊されたものですから、これを復元します。で、2番目に、TP 12.5メーターで、防潮堤が作られます。この TP というのはですね、東京湾平均海面を0メーターとした時の高さになりますんで、海岸から12.5メートル高くなったところにまで防潮堤を作るということになります。で、海岸沿いはですね、こういった黄色い部分なんですけど、黄色く囲んだ部分なんですけども、安全を、より安全を考えまして、ここは、公園としてですね、高田松原、津波復興記念公園ということで、防災メモリアル公園ということで、管理されます。で、こちら側は運動公園ということで管理されます。で、次に、じゃあ、まちづくりについてですね、簡単に説明していきますと、ここに市役所があるんですけども、この脇に道路を挟んでですね、消防署と警察署、幹部交番で、コミュニティセンター、多目的広場がこの黄色く囲んだところに
できる予定であります。でこちらの黄色く囲んだところは総合交流センター、これ高田高校、今仮設住宅がありますけど、ここの東側にできるようになっております。でそこからですね、さらに、南東に下りますと、ここには災害公営住宅、これが県のものですけども、これが建設予定になっています。で市の、災害公営住宅はですね、地区内にあるんですけども、ここに、災害公営住宅ということで、高田小学校の南側にあります。でこれはもうほぼ出来上がってまして、多分10月からですかね、徐々に入れるような形になっていくんじゃないかと思われます。それでは次にですね、陸前高田のですね、区画整理について、説明しますと、大きく分けて2つの地区となりまして、1つはですね、この赤線で囲ってあります、高田地区になります。これがトータルで約190ヘクタールあります。で高田地区はこの低地部ですね、低地部と高台の、第一中学校の北側に位置します2と、あと東側に位置する3で、ここに今現在ローソンがありますけど、ローソンの南側に位置する高台4で、これサンビレッジ高ですかの南西方向に5、6という、あと高田高校の北側に高台7というとことで、低地部と、高台の、2、3、4、5、6、7で、できる予定であります。でまずですね、この低地部におきましては、約6メートルのですね、かさ上げを施して、それからその上に商業地、住宅地ができる予定であります。ですからこちらから海岸沿いから行きますと、まずは 12.5 メートルの防潮堤があって、で公園があって、道路があって、で真ん中にはですね、新しくですね、新 JR の大船渡線がここに走ります。で、仮名称ですけども、元旧の立野沖公園という駅名だったものが新陸前高田駅ということで、この辺にできます。でもう一度言いますと、防潮堤が 12.5 メートルあって、その後公園が続きまして、この赤線からもう高台6メートルの加算をして、この辺で 住宅地ができるとで、この辺はもう高台ということで、造成されております。でまず先行地区としまして、この辺りですね、駅周辺の辺り、この辺がですね、今月の7月の23日からですね、加算上げが始まりました。で陸前高田ではですね、ベルトコンベアを使いまして、で後から今説明しますけれども、こちらに今泉地区があるんですけれども、今この山を削ってですね、ベルトコンベアをずっとこう渡ってるんですけれども、この山の土をベルトコンベアで運んで、こちらに落とし込むという作業を7月23日から始めました。で次にこちらがですね、やはり赤く囲んだところが、第二地区として今泉地区となります。でここも合計で110ヘクタールで、気仙川沿いはですね、かさ上げはするんですけども、農地公園等を置きまして、そこから奥に行くと住宅地等にあって、この辺が低地部ですね。でこの低地部はもちろんかさ上げしますけども、その他に高台2、3、4、5、6、7という感じで、構築されるようになっております。でここもですね、先行地区としましては、この高台4の東ぐらいですか、この辺をまず初めに先行して、造成していく予定であります。
ざーっとちょっと大きくしていきますか。復興はですね、まあ、ゆっくりながらもですね、着実に進んでおります。でそして今年は先ほども話しましたけれども、山から土を運ぶベルトコンベアが稼働し始めました。これからが本格的な町づくりのスタートだと思います。とにかく27年はすごく、状況が変わる年に、あ、25、ごめんなさい、26年はすごく状況が変わる年になると思います。またあと周辺の高台ではですね、高台点が約27箇所ぐらい進まれているんですけども、ここあの高台、他の高台につきましては平成27年にはすべて完了予定であります。で、すでに完了した地区においてはですね、もう我先にとして住宅の建設ラッシュが始まっているような状況です。まあ、こんなことですので、航空写真に載せてみたんですけども、なんとなく分かっていただけましたでしょうかね。じゃあこれからですね、実際この現場を回ってみたいと思います。